皆さんこんにちは、あさひです。今日はですね、2024年マイベストコスメのスキンケア編をご紹介していきたいと思います。はい、気づけばですね、なんと私去年スキンケアのベスコスっていうのを紹介してなくって、なんか全然したつもりでいたんだけど、なのでちょっと久しぶりのスキンケアのベスコス紹介になります。今日はせっかくなので、メイクを落とすところからスキンケア完了するところまでの一連の流れをベスコスご紹介していきながら、実際に使っていきたいなと思ってますので、ぜひよかったら最後までご覧ください。ということで、じゃあメイク落としていきますね。まずはクレンジングなんですけれども、去年に引き続き上半期よく使っていたもので言うならば、もうないんですけども、アルビオンのジョイアリュールクレンジングオイル、こちらの商品ですね。これをね、めちゃくちゃ使ってました。オイルクレンジングなんだけども、本当美容液級にすっごいしっとりするし、後肌の保湿感もありつつ、オイルクレンジングならではのメイク汚れもスルッと取ってくれるので、めちゃめちゃ使いやすくって、で酸化した皮脂汚れっていうのも取り去ってくれるので、エイジングケアしながらクレンジングもできるっていうのはね、使い切ってなくなってしまったので、それ以外で今一番使ってるので言うとこれかなっていうので、はい、こちらアテニアのスキンクリアクレンズオイルのアロマタイプですね。もうこれも、もう何回使ったんだろうっていうぐらい結構使ってますけれども、角質として溜まっていってしまうエイジングのくすみに着目していて、それもね、スッキリとさせてくれるっていうクレンジングオイルで、もうこれのいいところはね、サクッとスッキリ落ちるっていう感覚がしっかりとあるところ、もちろん今期は保湿感もしっかりあるものっていうのもあったんですけども、結局1歳児のね、育児真っ最中の中では、やっぱこういう時短でサクッとメイクが落とせるっていうのは、すごく私的には大きいポイントでした。こんな感じで3プッシュぐらいかな、結構たっぷりと取って、アロマタイプとそうじゃないタイプがあるみたいなんだけど、ちょっと柑橘系のいい香りがします。たっぷりとつけて、結構厚み感もあるので、そこまで肌負担なく使えるかなと思っていて、そこまでがっつりじゃないものに関しては、もうこれだけでも落ちると思う私。特にポイントリムーバー使わずに、もう横着して、もうこれだけで落としちゃってますけれども。あとは私はやらないですけど、濡れた手でもこれ使えるの。子育て世代の方とかにも、すごく使いやすいんじゃないかなと思います。こんな感じで。あんまりグリグリゴリゴリって感じはしないで、ちょっとこう押し洗い的な感じで、洗顔もですけどもやってます。はい、こんな感じで喋ってる間に取れたんじゃないかな。で、乳化させながら流していきます。はい、こんな感じで水切れも良いでございます。さあ、肝心の目周り取れてますでしょうか。あ、取れてますね。ほら、これ一つで簡単に取れるのは本当に嬉しいです。アルビオンの最初にやったクレンジングの方が後肌の保湿感っていうのはあるかなとは思うけれども、全然だからといってすっごい突っ張るっていうわけでもないし、オイルクレンジングの中ではかなり優秀かなと思います。そして続いて洗顔いきます。今期は洗顔が楽しかったかもしれない。いろいろなものを試して一つに絞りませんでした。じゃじゃん、まとめて3つご紹介いたします。まず1つ目がクレスクバイアスタリフトのクリーミークリアフォームです。そしてエストのピュリファイマッサージウォッシュ、そして最後ね、これが食い込んできましたね、Nオーガニックブライトのホワイトクリアジェルウォッシュでございます。お肌状況に合わせて私は使い分けたりとかしてたので、全部良いんですよ。どんな時に私はこれを使ってたっていうのもね、お伝えしていきたいなと思うんですけども、まずじゃあこちらのね、クレスクバイアスタリフトのものになりますが、これが敏感肌用の洗顔フォームになるんですけれども、肌がね、こう揺らぐ原因として過酸化脂質っていうお肌の油が毛穴で悪さをするよっていう考えなのと、その過酸化脂質もしっかりとオフしてくれるよっていう洗顔料になっております。なのでちょっとこう肌が揺らいでるなとか、私も寝かしつけをしたまま一緒に寝落ちしてしまったみたいなお肌にとって負荷がかかっているような時とかにこれは大活躍しておりました。これ手だけでもめちゃくちゃ泡立ちが良くって、普通に
くる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 ってやったら、ほらもうこれだけでさ結構わさーって泡が立つんですよ。でこのままこんな感じでちょっとお肌の上にワンさせるようにモフモフしてたら、さらにモクモクモクとあの泡が立ってくれて、ほらネット使ってるぐらいの泡じゃない、結構たっぷりと泡が立ってくれるので、あ、この泡のおかげもあって毛穴の奥のカサンカ脂質さんがいなくなってくれんだなと思って、泡立ちに時間が経つものとかもうそんな時間私かけてらんないのでこんな感じで、まあ、簡単に泡が立って、で優しくしっかりと落としたい汚れっていうのも落とせて、泡切れもよくってっていうのはすっごいこれも使いやすかったです。でこちらのエストピュリファイマッサージウォッシュ、これもねめちゃくちゃ良かったですね。これはもう泡で出るタイプのマッサージフォームなんですけども、キメがめちゃくちゃ細かい、もう美味しそうでしょ。炭酸泡 100% で作られておりますので、あ、もうねこれだけしっかり泡乗せたら、もう乗せた瞬間からちょっとカッとこう毛細血管が開くというか、炭酸泡のこの血行良くしてくれる感じっていうのは肌に乗せた瞬間から感じます。うん、ほらなんか乗せたところがさちょっと赤くなってるの分かります？これ血流が良くなっている証拠ですよね。むくみでこのフェイスラインがもたつくみたいな時にもこの洗顔でこうキュッとリフトアップさせてくれるというか、もうお肌を元の場所に戻してくれるようなそんな感じの洗顔料だなっていうふうに思いますね。目には見えないぐらいの細かい泡で形成されているので、そんなにたくさんモコモコつけなくてもこれは大丈夫です。少し水を加えるとちょっとほらね泡立ち出すんですよ、水を加えることで。ベスコスとかでランキング入ってたかもしれないんだけど、あんまり触れられてないんだけども、そうこれがね私結構好きで、これ知ってないとなんかせっかく流そうと思ってもあれなんかどんどん泡立ってきてぬるつくんだけどみたいな、泡切れが悪いみたいな感じに感じちゃうかもしれないんだけど、そういうわけじゃなくって、なんかこういう設計らしいですよ、もともとね。はい、どうでしょう、ほんのりお顔がピンク色になって血色が良くなったような気がするんですけども、わかるかな。うん、こんな感じのお肌の巡りを少しこうアップさせてくれるような洗顔料だなと思いますね。まあ泡で出るっていうのはすごく時短にやりたい人には嬉しいです。はい、そしてこちらの、クリアジェルウォッシュ、これはねこれからの季節夏場にもすごくおすすめだなと思います。最近私朝洗顔水だけではなくってこの洗顔を使うようにしてるんですけども、まあジェル洗顔っていうことなんで泡立たないです、このまま洗うんだけど、こんな感じのね保冷剤の中身みたいなちょっとこうつぶつぶ感がある洗顔料でして、ちょっともろもろもろみたいな感じがあるんですよ。でこのほのかなね軽いもろもろ感がお肌の上で軽いこうスクラブ効果みたいなのを発揮してくれて、お肌の、ま、ザラつき小鼻周りとかね、ま、寝起きとかだと寝てる間に出た皮脂とかそういうのをこう絡め取ってくれるような感じがしてめちゃくちゃ気持ちいいです。あと香りがいい、やっぱりノーガニックなので、うん、精油のねすっごいいい香りがします。こういう小鼻のところとかもスルッとスルッとしてくれて、何よりも嬉しいところは化粧のりがめちゃくちゃいい気がします。だからやっぱり朝の洗顔にすっごいおすすめかもという感じで、洗顔はこれはもうこれからの夏場に向けての朝洗顔にもとってもおすすめですし、クレスクはお肌が揺らいでる時やメイク落とさないで寝ちゃったみたいな、ちょっとお肌に手間暇かけれてなかったみたいな時のこう立て直し、まあ、エストは私の中ではまあスペシャルケア的な立ち位置でむくみをね取ってくれたりとか、肌の血行促進してお肌自体を元気にさせてくれるような、そんな感じの使い分けで私はやっておりました。そしたら続いてはですね、美容液なんですが、美容液は今回シワ系とあと季節的に美白系の2つをご紹介したいんですけども、このシワ系がですね化粧水の前に使うっていうものなのでここでご紹介したいと思います。
こちらです。ソフィーナ IP の薬用シワ改善アワーセラムでございます。はい、これめちゃくちゃ使ってた。泡タイプのシワ改善美容液っていうことで新しいですよね。で、さっきご紹介したあのエストの泡洗顔をした後に泡の美容液をつける、ダブルで炭酸泡の効果をね、こうしっかりと感じることができるので、流れで使うっていうのもすごいハマってたんですけども、泡はこんな感じで、さっきの洗顔よりかはちょっとこういう緩めな感じ、流れるような感じなんですけど、これを泡がこう潰れないような感じでお肌の上に点置きして、でこれもちょっとファ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 って泡が潰れないように顔全体に広げて1分ぐらい放置するっていうのが推奨している使い方らしいんですけど、まあ時間ない時はもうそのままシャシャってやったりとかするんだけど、時間ある時はこんな感じで少し乗せて、でじっくりとお肌に浸透させるっていうような、使い方をしていました。でこれが有効成分のナイアシンアミドが配合されていて、かつこのナイアシンアミドと炭酸泡っていうこのね合わせ使いっていうのがよりね相乗効果を発揮してくれるみたいで、泡のおかげでこうふわっとなんていうのかな、通路が開くような、私はイメージなんですけども、通路が開いていい有効成分をお肌に届かせるっていうような感じがしてます。これってもう全顔いけちゃうんで、顔全部の細かい小じわも含めて深いシワ全てに行き渡れみたいな気持ちで私は使っておりました。はい、そして続いては美白美容液になりますが、こちらでございます。ポーラのホワイトショットフェイシャルセラムです。もう使いすぎて上のキャップがどっか行っちゃったんですけれども、もうこのねビビッドなピンク色、使うたびにとっても上がるお色ですし、何よりもすごいやっぱり最先端の技術が搭載されている美白美容液っていうことで、もう続けてずっとこれは上半期1月ぐらいから買ったかな、からもずっと使ってます。お肌の一番奥の方にある真皮という組織にまで落ち込んでしまったメラニンがあるっていうところに着目して、そのしつこいシミの元に効かせるようなね技術が搭載されてるんですけども、やっぱそれだけお肌の一番こう奥底の方に届けたいっていうためなのか、すごくもう水のようにシャバシャバテクスチャーです。ほらこんな感じでもう水です。なので全く前後のスキンケアやあとはメイクにも干渉せずに、どんな時にも必ず使えた。うん、この使いやすさは本当に癖になるね。そのまま直塗りというか直垂らしみたいな感じでやってましたけれども、まあこれから本番の夏が訪れますし、紫外線もそうですし、日差しもすっごいこれから強くなってくると思うので、まあ、今年の初めからこれでコツコツスキンケアしてきた効果がこれからより感じられるんじゃないかなと思うんで、すっごい楽しみなんですが、くすみやシミを感じさせないような理想的なお肌になればなーと思って。そして続いて化粧水なんですけども、化粧水はこれは特に新製品ではないですが、こちらねドクターシーラボの V エッセンスローション EX の、スペシャルのものを、このポンプタイプっていうのが結構私的にミソなんですけれども使っておりました。ぱっと見なんかオイルなんじゃないかっていうぐらいのかなりとろみ系ではあるんですけど、このとろみを感じさせないぐらいお肌にぐんって浸透してくれます。うん、肌の上ではこのとろみもほどけてしっかりと浮くことなくお肌に浸透してくれるような感覚がありますね。どちらかというと私シャバッとした化粧水が好きなんですけれども、油分の膜っぽい感じをそこまで感じなくって、なんていうんだろう、美容液化粧水みたいなぐらいのリッチさがありつつ、ちゃんと水分感っていうのも兼ね備えているので、こんな感じで2プッシュでもかなりツヤ感とかも綺麗に出てくれるし、お肌の安心感もしっかりと、うん、あります。キメ、ハリ、ツヤ全てを叶えてくれて、でこのオレンジ精油のねとっても癒される香り、ビタミン C だけではなく次世代型プラセンタ、あとはヒアルロン酸も入っているので、お肌もふっくらと
させつつ潤いも与えてくれる。本当にこれは使っててよかったなというふうに思います。続いてアイケア部門になるんですけれども、それがこちらでございます。ライスフォースのリンクルボールセラム薬用シワ改善美容液です。これは正直去年からずっと使ってて、なんなら去年の下半期のベスコスでもあったんだけども、動画撮ってなかったのでまなので今期の上半期にももちろんこれずっと使っていたから、今回ご紹介していきますね。まあね、見た目もすごくユニークで、この先っちょの部分がですね、3個の小さいボールが入っております。ここのところからギュッてやると出ましたね。こうやって美容成分が出てきて、でこのまま目周りにこんな感じでくるくるくるっていう感じでケアをすることができます。でこのボールもね、ヒヤッと気持ちがよくって、で1個のさ、大きいボールのセラムとかもあったりすると思うんだけど、それだとかなりこの際のところまで塗れなかったりするんだよね、大きすぎて。でもこれはね、小さいし肌当たりもすごく柔らかいので、見ての通りかなり私目周りの皮膚がもう本当に薄いんですけども、そんな私でもこう負担感なくくるくるとつけられたなっていう感じがします。でしかも有効成分として去年認められたのかなのライスパワーナンバー11プラス配合で、表皮と真皮だけではなく基底膜まで酸素を全てにアプローチしてくれるってね、まあ、さっきのポーラーじゃないですけども、やっぱりこうみずみずしい使用感なので、どんなスキンケアにも合わせやすいっていうのがやっぱりこれの良さでもあるのかなと思っていて、まあ、気がついたらこうくるくるくるっていう風にねやってるぐらい。そして最後クリーム部門はですね、こちらでございます。資生堂バイタルパーフェクションシュプリームクリームコンセントレートです。これはね、すべてを叶えてくれるクリームと言っても過言ではないぐらいなんですけども、エイジング、美白、あとはリフトアップまで叶えてくれるクリームなんです。ベニマナレットっていう成分が入ってるんですけど、これがね、お肌の毛細血管にアプローチしてくれて、毛細血管って言ったらさ、もう全てじゃないですか。そこを立て直してくれるっていう効果があり、あとはまあ資生堂独自のね、UMSK っていう美白成分っていうのも入っていて、かつお顔をキュッとコルセットをかけたようにこう引き上げてくれるような成分なのかな、あと使用感なのかな、まあ、そういったものも全てもうパーフェクトに兼ね備えているので、もう最高以外の何物でもないですね。こっくり系の固めっぽく見えるクリームなんですけど、お顔をこうキュッと、私はね軽くですよ、軽くだけどこう引き上げるような感じで最後つけてフィニッシュっていう感じでやってるんですけども、もう香りもめっちゃいいの。私はね、少し綿あめみたいな、デザート感覚もでもあるような感じの香りなんですけど、固めなのに伸びがめちゃくちゃいいです。うん、そしてピタッと密着します。だから全く重たさを感じないですね。余すことなくこれは使っていきたいなと思う、とってもいいクリームでございました。ということで、すべてスキンケアが終えまして、仕上がったお肌こんな感じです。どうでしょう、ツヤツヤリーン、お肌もふっくらと仕上がっていて、透明感も出ていて、ツヤもあって、もう最高ですね。こんなになんかラインでしっかりとじっくりと時間をかけてケアしたらこんなにもいい感じになるのかと、ちょっと自分でも驚いてますけども、本当にどれも出会えてよかったなというふうに思うスキンケアたちだったので、下半期出会うものも楽しみではあるんですが、引き続き、使っていきたいなと思います。ということで、最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。